して、その政治的な意図を持って知事市長がご発言なさっている部分と、行政事務を預かる責任者として、例えばその特別区を設置するとなれば、当然その住民基本台帳からですね、全てを移さないかんわけです。で、これらのさまざまな行政事務の手続きがきっちりその半年余りの間でできるんですか、できへんやったら今のうちにできへんと言うといてくださいというような思いがあるんです。で、できへんことを今この場で議論をしても意味がないんです。で、ちょっと待って、知事市長は後で聞きます。行政事務の責任者は僕らやからね、最後。ちょっと待って、今局長に、事務局に聞いてるんです。事務の責任者の最後は、ちょっと待って、で、局長ね、本当に今実際にこのいろんなパッケージプランのいろんなその国との調整やとか、さまざまなその最前線でその業務に当たっていただいているその局長として、そのどうなんですか、住民投票からのその半年余りの期間で4月の特別区設置は可能やとお考えなのかどうかだけ伺いたい。行政事務的に市民生活に影響を与えるかもわからないという不安を僕らが払拭できるような状況の中でのご答弁をお願いをしたいと思います。会長、松井委員、はい、行政事務の、責任者として、現在の制度の中では府の行政事務の責任者は私です。市の行政事務の責任者は橋本市長ですから、お答えをします。今あの木下委員がおっしゃられているようなお話は、まずこの自民党としてさまざまな自民党の考え方をはっきり示していただければ全く可能であるとこう思っております。今あのもろもろ地下鉄の問題、ゴミの問題、いろいろ水の問題、それぞれおっしゃってきましたけども、これは市議会の中でしっかり方向性を示していただければそれで十分、そのことをもとに、都構想の、スケジュールに、合わせて入れてやっていける。でここでまず一番僕が思うことは、まさにこの法廷協議会の中での自民党の質問が一番この大阪市民の皆さんにとって住民サービスを阻害している原因だと思っております。大阪市民の皆さんは現在は府民でもありますから、府民税も払い市民税も払っている中で、それぞれ、その先ほどから話出てる WTC の開発やとかゲートタワー両方に負担をして、両方とも、破綻を招いておると、こういう形で一番ご負担をいただいているのが大阪市民の皆さんですから、大阪市民の皆さんに対してこの行政制度、これを変えることによるデメリット、こういうものは僕は全くないと、こういうふうに思っております。今まで今あのおっしゃっている都構想のスケジュール、来年の27年4月、このことをできるのか、まずその元となる、政党としての考え方を、早急に取りまとめいただければ十分やれる、そういうスケジュール感であると、こういうふうに思っています。会長、橋本委員、あの木下委員からいろいろご質問いただいたんですけどね、公明党さんのような建設的なのを質問していただきたいんですよ。あの今日はあの子ども相談センターと一時保護所の問題とか、それから、あの人員体制の問題、これはあのやっぱり検討すべき課題だと思うんですけども、木下委員の話はですね、総括すると民営化できるかどうかわからない地下鉄やあの水道事業の問題、ゴミの問題、こんなわからない問題いろいろあるじゃないかって言うんですけど、それ自民党さんが決断してくれればどんどん進むんです。だからあのこちら行政としてきちんとプラン出し、あの地下鉄なんかでも出したわけですから、きちんとスケジュール立ててですね、問題点を行政と議会で、課題を解決していこうということさえ決断してくれればですね、この交通の問題、水道の問題、ゴミの問題、これ解決します。だからあとは議会の方できちっと円滑に進むように、一緒になってですね、この民営化取り組んでもらえれば問題ありません。それからあの、できるかできないかという話なんですけど、それ今議論しても仕方ないと思いますよ。それはまず今手順を踏んでいってですね、本当に最後の最後に、まあ、いろんな問題で、時期的にですね、27年4月っていうものが本当にこれできないって話じゃないわ。僕らできないことを、それはできないことを進めるなんてわけにいきませんから、
それはその時に判断したらいいじゃないですか。もともとこの都構想の話もですね、メディア含めてその最初の段階でもう忘れもしませんけど、2年前の段階で区割り制度と財政調整制度を全部示せなんてことをみんな言ってましたけど、そんなの示せるわけないんですから。こうやってプロセスを踏んで、徐々にこうやって制度設計が出来上がってくるものですから、今この段階で27年4月間に合わないんだから間に合わないことを議論させるなんてことじゃなくて、間に合うようにしっかりと積み重ねる議論をやってですね、で最後の最後で本当にできないって話になったら、そこはしっかり真摯にですね、議論させてもらって判断したらいいと思います。だから今は第2ステージ第3ステージでしっかり議論できるように建設的な質問をしていただいて、課題の対応に当たれるようにこちらもやりますから、こういう議員ができる、分からないとか、本当に7月27日4月できるのかって、そういう質問ではない質問をですね、やっていただきたいなというふうに思ってます。会長、木下委員、僕喋ってよろしいか。僕はね、27年4月というスケジュールに無理持っていくために拙速なその議論が行われているのではないのかなと。もっときっちりと地に足をつけたその議論をしたい。で、パッケージプランは先ほど答弁があったように、その協定書の元になるベースのパッケージプランなんですね。で、ここにいわゆる、交通局の民営化が前提となっているわけです。で、そこには盛り込まれていない水道局の民営化も後付けで入ってきた。で、それ以外の経営形態の見直しについても未確定の要素が多く含まれている状況の中でですね、きちんとした議論ができるのかどうかという不安を持っているんです。だから別に27年4月26年の秋に住民投票をやって半年で移行できるということで、責任者である松井知事が明言をされたんでね、半年間でそんな庁舎の移転やとか職員の手配が本当にできるんですかと、ね、で責任者である知事がそういうふうに明言をされたということは、今回のその質疑をその建設的でないという橋本市長から揶揄されましたけれども、その原資をいただけたということは何よりの我々のこの議論を今後進めていく上での担保になるわけであります。で、その上で我々はやっぱりその住民投票で可決をされるという以前に区議会市議会での議決もいる、その逆算を考えれば拙速な議論をここでせえと言われているような印象を持っているので、事務方として事務的な作業で支障があったら、少なくても我々のその思惑、政治的な思惑とは別の次元で行政事務として滞ってしまうようなことがあれば市民生活に影響を与えるんで確認をさせていただいたところであります。今27年4月という特別区を設置する一つの目標をお伺いをさせていただきました。これに向けて、それぞれのステージでどういう議論がこれから進められていくのか、交通局の問題あるいは水道局の問題、それ以外のさまざまな経営形態の見直しの問題も含めて、我々は真摯にこの議論に参加をさせていただいて、きっちり4案にフィードバックさせた上でどういうプランになるのか、それが本当に市民のためになるのか、そういう観点でこの議論継続して参加をさせていただきたいということを表明して私の質疑を終わらせていただきます。政治的な意図を持って知事市長がご発言なさっている部分と、行政事務を預かる責任者として例えばその特別区を設置するとなれば、当然その住民基本台帳からですね、全てを移さないかんわけです。で、これらのさまざまな行政事務の手続きがきっちりその半年余りの間でできるんですか、できへんやったら今のうちにできへんと言うといてくださいというような思いがあるんです。で、できへんことを今この場で議論をしても意味がないんです。で、ちょっと待って、知事市長は後で聞きます。行政事務の責任者は僕らやからね。今局長に事務局に聞いてるんです。事務の責任者の対応は我々やってるので、局長ね、本当に今実際にこのいろんなパッケージプランのいろんなその
国との調整やとか、さまざまなその最前線でその業務に当たっていただいているその局長として、そのどうなんですか、住民投票からのその半年余りの期間で4月の特別区設置は可能やとお考えなのかどうかだけ伺いたい。行政事務的に市民生活に影響を与えるかもわからないという不安を僕らが払拭できるような状況の中でのご答弁をお願いをしたいと思います。会長。松井委員。はい。行政事務の、責任者として、現在の制度の中では府の行政事務の責任者は私です。市の行政事務の責任者は橋本市長ですから、お答えをします。今あの木下委員がおっしゃられているようなお話は、まずこの自民党としてさまざまな自民党の考え方をはっきり示していただければ全く可能であると思っております。今あのもろもろ、地下鉄の問題、ゴミの問題、いろいろ水の問題、それぞれおっしゃってきましたけども、これは市議会の中でしっかり方向性を示していただければそれで十分、そのことをもとに、都構想の、スケジュールに、合わせて入れてやっていける。でここでまず一番僕が思うことは、まさにこの法廷協議会の中での自民党の質問が一番この大阪市民の皆さんにとって住民サービスを阻害している原因だと思っております。大阪市民の皆さんは現在は府民でもありますから、府民税も払い市民税も払っている中で、それぞれ、その先ほどから話しているWTCの開発やとかゲートタワー両方に負担をして両方とも破綻を招いておる、こういう形で一番ご負担をいただいているのが大阪市民。わからないとか、本当に7月27日に知らずできるのかって、そういう質問ではない質問をですね、やっていただきたいなというふうに思ってます。会長、木下委員、僕しゃべってよろしいか。僕はね、27年4月というスケジュールに無理無理持っていくために拙速なその議論が行われているのではないのかなと、もっときっちりと地に足をつけたその議論をしたい。で、パッケージプランは先ほど答弁があったように、その協定書の元になるベースのパッケージプランなんですね。で、ここにいわゆる、交通局の民営化が前提となっているわけです。で、そこには盛り込まれていない水道局の民営化も後付けで入ってきた。で、それ以外の経営形態の見直しについても未確定の要素が多く含まれている状況の中でですね、きちんとした議論ができるのかどうかという不安を持っているんです。だから別に27年4月26年の秋に住民投票をやって半年で移行できるということで、責任者である松井知事が明言をされたんでね、半年間でそんな庁舎の移転やとか職員の手配が本当にできるんですかと、ね、で責任者である知事がそういうふうに明言をされたということは、今回のその質疑をその建設的でないという橋本市長から揶揄されましたけれども、その原資をいただけたということは何よりの我々のこの議論を今後進めていく上での担保になるわけであります。で、その上で我々はやっぱりその住民投票で可決をされるという以前に府議会市議会での議決もいる、その逆算を考えれば拙速な議論をここでせえと言われているような印象を持っているので、事務方として事務的な作業で支障があったら、少なくても我々のその思惑、政治的な思惑とは別の次元で行政事務として滞ってしまうようなことがあれば市民生活に影響を与えるんで確認をさせていただいたところであります。今27年4月という特別区を設置する一つの目標をお伺いをさせていただきました。これに向けて、それぞれのステージでどういう議論がこれから進められていくのか、交通局の問題あるいは水道局の問題、それ以外のさまざまな経営形態の見直しの問題も含めて我々が真摯にこの議論に参加をさせていただいて、
きっちり4案にフィードバックさせた上でどういうプランになるのか。